日本一可愛いコスプレイヤーと言われる音ねコムさんが、大保氏、チャウゾや、アん、ン・神さ、ミん、などを代表作に持つイラストレーター、漫画家の藤島康介さんと結婚したのは、今年の6月29日でした。音ねコムさんは20歳で、旦那さんの藤島康介さんは52歳。32歳の年の差婚に、 才能があれば、52歳でも20歳と結婚できるのか、と、若干の勇気をもらった男性も多かったと思います。そんな話題のお二人に、子供が生まれたと、おとぎねこむさんのブログで報告がありました。結婚してからまだ2ヶ月未満ですが、ネットでの驚きと、お祝いのコメントです。ファ。出産早くね。なんか、いろいろ早い。 早すぎね。もう生まれた。おめでとう。でも声優はやめて。出産はやあ。早すぎじゃね、かっこ、笑い。もう出産。6月29日の突然の発表からたった1ヶ月というリニアモーターカー並みの出産劇なので、ネットが揺れるのも仕方がないのかもしれない。っていうか、おとぎねこむさんは、 臨月にイベントをやるつもりだったのか謎である。ねこむさんは、こうすけさんと、生まれてきてくれた赤ちゃん一生幸せになりたいと思います。一部抜粋とコメント。藤島さんは、これからも妻と、生まれてきた子供を大切にし、応援してくださる皆様への恩返しとなるように、作品作りを頑張ってまいりますとコメントしている。 注目を集めた騒動もこれで一段落となりそうだ。何はともあれ、お二人の幸せを願っ